はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、とっちゃんです。さあ今回は、近々ね XCR のバイキングが、合成できるようになるという情報をね手に入れたので、こちらやっていきたいなというふうに改めてやっていきたいなと思います。でやったのがもう去年の11月ですね、半年以上前、にやったやつなんで、まあもう一回ねここら辺でおさらいしてた方がいいかなと思います。で、ハンド抑制とかこっちつけてもいいんですけど、本当に使いづらいって思う人だけだっていいと思います。正直ね全然使いやすいんで、これつけなくても使いやすい武器になってますので、メカニズム改善で、使っていただいて大丈夫です。非常に強い、これ本当に攻撃力高くて射程が良くて欠点を全部消したやつなんで、今までの XCR のすんげえ強いです。というわけでやっていきましょう。さあやっていきましょう。本当に頭ダメ優秀が出てくるの締まりがマジでいいっすよね。これクリア、壁も抜けるしさ、連射もそれなりにあるしさ。お、なんか、あれ動けない、待って、あ、終わった、もう見えない、もう見えない、俺ぶっとくわ、とりあえず。あ、動けた。前方に手榴弾、びっくりしちゃったよ、今頭入れてると思った。相手の方が早かったっす。リロード、あれに、ここ抜けるよね。やってくれたわ。お、ジャンプ、ジャンプ打ちもそこそこできるようになってるってのはいいね。まあこれもともとジャンプ打ち弱い武器だったんでいいと思います。こういうのできるようになってると、まあ、連射力がさそんなに高くないんだけど。おお、じゃあこれ多分こっちじゃないと無理だな。手榴弾避けて。いやあ、あ、敵か、もうやられてるわ。俺この火力の高さね。あー無理か、頭入れられなかった。あの火力の高さはね、ほんと他の武器にはないよね。やべ、鼻くそじってた、ごめん。ソーリー。おやおや。いやー、足らんか。いや、無理だった。多分2発当て。で、今の削り。これマジで合成できるんだったら、まあ、グローザとかの可能性がね、まあ、見えるようになってくるのかなというふうに思います。まあ、当てられたから来ないかな。すごいよねマジで、この頭の高さすごくない、本当に。ダストレンジャーより軽く出るんだよこれ。あ、でもライフリングつけたらどうだろうな、そこはちょっとわからないけど、まあ、頭にしっかり入れていく大事。おお、いいグレネード、前に進まなきゃいけなかった。今あー一発だけか。あの人に俺ずっとやられてる気がする。4キルぐらいされてると思う。よく合うなって感じ。着替えますね。BGM ですからね、持ってるのが。さあ進んでいきましょう。リロードしながらも進んでいくよ。おお、横から撃たれてた今ね。気にせずいっちゃった。さあダメージしっかり取ってます。高火力の証拠。反対スイッチがさ。反発位置がこんなにも安定することないよね。おお、はい、行こうと思った時だったね。この初打ちこの反動のなさすごくない？この武器ぐらいだよな。うわ、頭入れられた、それは無理。しゃがんじゃったのが悪かったね。このゲームほんとしゃがむとよく頭入る。味方が撃たれたわ。
もうちょっとね、しゃがみ低くて姿勢が低い方がいいと思うんだよね。あーもったいねー、今の最後取れた。さあ行きましょう。前に言ってた通り色吹きでもね、このマップ使っていこう。イベントのねこともあるからね。いやブラックセントはマジで飽きない、マジで飽きないのよ。マジで手榴弾強敵、入っちゃった。入りほんとジャンプダメだからね。これしゃがみポンポンってやっていくの、そうすると入れるから。あ、ごめん、俺じゃねえ。え、もうここまで来れちゃった、嘘や。あ、やばい、助けに行かないとダメだこれ。信号が落とされたわ。あー、マジか、勘違いした赤点、くっそ勘違いした。本部に帰還せよ。最悪。あー、やっちまった。2人冷却だと思った今。逃がしたな、今中まで入ってたの聞こえたな。手榴弾投擲。意外とグレネード覚えてる人たち多いんだよ。怖いんだよね、伝ってんのもね。やばい、逃がした、最悪。ですよね、無理やり取りに行ったんですけどね、ダメでした。ちなみに全然見てなかったけど、ダメ普通にここ優秀っすよね。32、これもうほんと火力高くてボタン貫通高いからバトルライフル並みの火力出てるってだけです。腕ダメもそうだね、足ダメ17あるし、頭なんてね壁に16.4 でしょ。ボタンなかったら、頭だ、あの防具なかったら150入ってんだから。ありがとう言っておきましょう。顔文字のチョイス間違えました。ここね、いろんなグレネードあるんですよ。ここも忘れちった。おい、あ、何それ、やばいやばいやばいやば、それはやべえ、頭悪すぎる。いや、の見えない壁ありすぎじゃね。いやー、タイミング絶対見てるとは思ったけどダメだった。遠距離で中距離ぐらいか。あー、でも 60.8 で 14.4、26.8、 優秀ですね。頭入れれば胴ダメ、胴ダメじゃねえ、腕でも3発落としてるね。こう壁できないね、しかもね。やばいね、これ1本取らないと非常にまずい展開です。頑張りましょう。まあ、とりあえずね、まあ、冷却を取らないといけないっていうのは間違いないんですよ。まあ、あとはセンターをね、うまく、取れるかどうか、そこが大事になってきます。マジ？マガジンチェンジ。上かな。どっちだろうな。難しい。手榴弾投擲を。リロード。あ？
前か。これね、空いてるからまずいんだよね。あー、グレネードをあとはうまいこと入れていきたい。後ろね、気をつけないといけないっすよ。ごめんよ。手榴弾投擲。危な。ナイス。いやー、めっちゃ取りてー、めっちゃ取りてーす。いや、めちゃめちゃきせ。頭入れなきゃ負け。手榴弾投擲。ですよねー。一に走れば間に合ったと思うんだよな今。ここで一瞬見えたけど、いると思って勝負したんだけどね。炭の勝負でしたね。いや、非常にもったいない。いや、0-5で負けるのはダメ。さすがにダメ。加藤。もったいなさすぎる。2ラウンドぐらいね、無駄にしてるね。ナイス。素晴らしい止め。どっちだろう、行ってみよう。あ、味方だわ。体でね、体でこう確かめていくから。落としときましょうね。リロード。まあ、センターだね。手榴弾投擲。あ、ここだわ。よかったよかった。はい、というわけで久しぶりに使いました。やっぱ強いです。本当にこのまま使ってるだけなのにめちゃくちゃ強い。ただ連射力がね、やっぱもうちょっとあったらなというふうに思います。ただこの防具貫通系のね、全部課題が連射力の低さなんでしょうがないかなというふうに思います。あ、ダストレンジャーの方が若干火力高いんだね、こうやって見ると。あ、だから射程の長さが圧倒的に違うから、そこであれなのかな、どの距離から撃ってもこっちの方が高く感じるのかもしれないですね。 72.5 と 70.2 じゃ全然違うもんね。同じようにしようとすると火力がここで違くなっちゃうし、ライフリングにすればもちろんできるけどね、 49.5 っていうことで。だからやっぱりでも相当強いよこれ。だからこれとダストレンジャー組み合わせてなんか作りたいよね。連射力を、あ、でも連射力っつってもあれか、ほとんど一緒なのか。そうだって、素の能力ってどっちが高いんだこれ。あ、でもやっぱメカニズムつけるからこっちの方が高くはなるけど、メカニズム外せばダストレンジャーの方が優秀なのか。ダストレンジャー強えな。そう考えると、連射力をちょっと下げたけど射程距離長くしましたよみたいな、そんな感じですよね。まあ、ただメカニズム改善つけるのがデフォなんで、まあ、そうなると全然ダストレンジャーでも強いんだけど、ダストレンジャーにバーストバレルつけたら 11.49 で圧倒的に射程が長くなるから、バランスがいいのはこっちだね。ただノンバレで使う分には全然こっちも、ダストレンジャーの方かも強いので、まあ、ここは面白いね。この2つの組み合わせすごくなんかこのどっちもどっちでいいっすね。俺的には使いやすいのはダストレンジャーの方にはなってるけど、ただこっちもこっちで強いので、まあ、どっちでもいいかなっていうふうに思います。すごいねこの2つほぼほぼ一緒だ。ちょっと傾向が違うだけで面白いな。まあ、こっちがね、合成可能になるという話だったので、そのうちね出てくるなんだクローザとかに合成加えたいなというふうに思います。まあ、それができたらまたやりますので楽しみにしてください。というわけで今回ここまでのお疲れ様です。